さあ今度はおーっと飛び込んだ中川シュート、中川決めました。後半の30分、なんと5点目。レースの今季の最多得点はフロンターレ今季の最多失点です。5対1になりました。皆さん、はい、あっという間に1点を失いました。うん、そうですね、これいいランニングですよね。ダイオナルに走ってこのアウトのシュートも落ち着いてますよね。